ダッチ・シュルツ、ダッチ・シュルツ、ダッチ・シュルツ。1902年8月6日から1935年10月24日は、1920年代から1930年代にニューヨークで活動したギャング。本名はアーサー・フレゲンハイマー。気が短く、暴力的な性格で、問題が起きると銃で解決するタイプで、多くの流血沙汰を起こした。 ニューヨークのブロンクスで、ユダヤ系ドイツ人、ユダヤ系移民の両親、父は、酒屋の主人だったの間に生まれる。14歳で、父が失踪し、学校を中退して働き始めた。地元ギャングのマルセル・ポッフォのクリティオンクラブに、出入りして賭博に入り浸り、ポッフォの信頼を得て、クラップゲーム、サイコロ賭博のギャングから上納金を回収する仕事を、した。1919年、 17歳で強盗を働き、捕まって15ヶ月服役した。禁止法が成立すると、ローカルギャングの元を転々とし、潜り酒場や、賭博の下働きをした。アーノルド・ロススタインの資金援助で、密輸トラックの運転手などをやり、フランク・コステロ、オーニー・マドゥン、ラッキー・ルチアーノラと知り合った。1928年始め、独立して闇酒商売を始めた。 幼馴染みの上位のいのスピークイージー、闇酒場を拠点に、ニュージャージーのユニオンシティで酒の醸造所を創業した、フランキー団が水で希釈した低質ビールを大量に、買い付け、武装トラックで、ブロンクスに運んでは、闇酒場に売りさばいた。上位らを、ワインバーグ兄弟、ラリー・カーニー、エドワード・マッカーシー、コール兄弟ら屈強な手下を従え、 購入を拒否する酒場に手洗い制裁を加えては、取り込み、闇ビールの販路を急速に拡大した。ニューヨークにおけるビールの最大供給者になり、ビール男爵と呼ばれた。ブロンクス一帯を支配下に置いたビール男爵は、ワシントンハイツ、ヨークビル、ハーレムなど、マンハッタンエリアに組織を拡大し、ハーレムへ本拠を移した。縄張りをめぐり、 ジャック・レックス・ダイヤモンドと構想した、オーニー・マドミア、ワキシ・ゴードンと同盟関係を結び、ダイヤモンドは、バニー・ヒギンズやアンソニー・カルファノとテインで対抗し、ガンファイトを繰り広げた。1928年10月15日、ダイヤモンドが自分を雇わないかと提案してきたため、その会議場所に現れたところを、ダイヤモンド一味に吸収された。仲間のと共に反撃し、 敵の一人をやっつけたが、ノイは深手を多い数週間を死亡した。11月4日、ダイヤモンドのパトロンだったアーノルド・ロス・スタインが、ジョージ・マクマナスに殺されたが、マクマナスが、事件後に呼んだ、弁護士が、シュルツの顧問弁護士デキシー・デイビスだったことから、シュルツの報復と信じられた。1930年10月、上布のキキロバーツとマンハッタンのホテルの部屋いた、ダイヤモンドを吸収し、 5発の銃弾を浴びせ重傷を負わせたが暗殺は失敗した。1931年4月、ニューヨーク州カ路にいたダイヤモンドにマシンガンの連射を浴びせ通行人2名が死亡したがダイヤモンドは生き延びた。暗殺は失敗したがニューヨークから追い出すことには成功した。1931年12月、北ニューヨークのオールバニーでダイヤモンドは暗殺された。 手術死亡説以外の遺説もある。元部下で手術に反乱を起こしたヴィンセント・コールには部下を誘拐されて身の代金を払うなど手を焼いた。寝室鬼没な動きをするコールを捕まえることができず、1931年7月、ジョーイラオが襲われた際は近くの路上にいた子供が巻き添えで死亡した。子供殺しを非難し、コールに5万ドルの懸賞金をかけて、 フリーランスのヒットマン二人を雇った。1932年2月、コールがマンハッタンのドラッグストア内の電話ボックスで、オーニー・マドゥンに脅しの電話をかけているところに、マドゥンの内通を受けた、シュルツ一味が押しかけ、うち一人が店に入って、オーバーコートの下からマシンガンを取り出し、電話ボックスごと蜂の巣にして銃殺した。15発の銃弾が遺体から取り出されたが、 貫通弾を含めるともっと多かった。コールの葬儀に花束を送った。1933年には、マンハッタンの縄張りをめぐり、東国中の脇市、ゴードンの残党とブロードウェイの街中で派手なマシンガンファイトを繰り広げた。1929年5月、全米のギャングが参集したアトランティック会議に参加し、アルカポネをはじめとして、全国のギャングと交流した。 ブルック人のウィリアムズバーグを拠点に密輸の縄張りを拡大したサルバトーレ・マランツアーの一派とは一時縄張りで対立した。1931年のカステラン・マレーゼ戦争ではラッキー・ルチアーノに味方し、一説にはマランツアーの暗殺にテカボー・ワインバーグらヒットマンを提供した。やがて五大ファミリーを再編したルチアーノらと縄張り協定を結び、 全米犯罪シンジケートの協力者として位置づけられた。1930年代初め、酒の密売に代わる収入源として、ハーレーム一体のヒマフィアの黒人が運営していた、ポリシーゲーム、ナンバーズ賭博の一種の乗っ取りに動いた。たまにイホールのジミー・ハインズ、弁護士デキシー・デイビスと結託して、30ほどあった組織を一つに束ねる形で、支配下に置いた。 当領のステファニー以下、乗っ取られた黒人は、バンピー・ジョンソンを除いて降参した。シルツの側近で、組織の農産だったマーティー・クロンパイアが管轄した。ハーレム地盤のシチリア・マフィア、チロ・テラノバと同盟し、部下を共有して、ポリシーの運営を行った。外食産業の組合に職種を伸ばし、暴力や悪集団を使って、 ウェーターやコックの組合を次々と支配下に置き、寄付金、協力金の名目で多額の金を吸い上げた。部下ジュールス・マーティンに管理させた。また、シンシナティの競馬場を買収し、コニーアイランドトラックと名付けて、ニューヨーク外にテリトリーを拡大する動きを見せた。1933年1月、脱税容疑で連邦政府に告発されると、 ホノレルやハバナなど海外を周遊した後、ロングアイランドなどに身を潜めたが、1934年11月、ニューヨークに戻った。元州知事や元州議会議員ら豪華なメンバーの弁護団を組織して裁判に備えた。弁護団の計らいにより、裁判地を手術の悪名がとどろいていたニューヨーク市ではなく、カナダ国境に近い田舎町マロンとすることに、 成功すると、広告会社を雇って、地元の企業に寄付金をばらまき、事前活動を行った。政治家のように地元民と握手したり、子供にキスをして、善良な市民をアピールし、政府のスケープゴートにされた犠牲者のように振る舞った。翌年行われた裁判では、第一審で有罪となったが、第二審では、陪審の買収工作により、無罪を勝ち取った。アルカポネや、 脇氏・ゴードンらの脱税投獄の例から、有罪は確定的と見られていたが、そうした予想を覆した。法廷闘争から解放された手術は1935年8月、ニューヨークに戻るが、彼の収益システムは様相を一変していた。無罪判決に激怒したフィオレロ・ラガーディア市長が、ニューヨークに戻り次第手術を逮捕するよう命じ。 ナガーディアに特別検察官に据えられた、マフィア狩りのトーマス・デューイが、公衆の敵と名指しした。シュルツは、ニューアークへ拠点を移さざるを得なくなった。その間、副官房ワインバーグが、シュルツが、アルカトラズ刑務所に行くと考え、縄張りをどうするかを、ラッキー・ルチアーノに相談した。これを、縄張りの乗っ取りと受け取ったシュルツは裏切り行為だとして、激怒し、ルチアーノには、 釈明を要求した。1935年9月初旬、某ワインバーグが突然行方不明になった。警察が暗黒外ルートから得た情報によれば、ワインバーグは足をセメント付けにされハドソン側に沈められたとのことだった。これより先、シュルツはジュールス・マーティンがレストラン組合からの上納金をくすねていたと疑い、1935年3月2日、 マンハッタンのホテルに呼び出して、口論の末これを銃殺した。シュルツは、ニューヨークを追われたことを恨み、デューイの暗殺を、シンジケートの会議に諮った。アルバート・アナスタシアや、ジェイコブ・シャピロ、ジェイコブ・シャピロは賛成したが、暗殺による取締り強化を恐れる声、ジョゼフ・ボナンノは、正気じゃないと語ったというも出て、意見が割れた。とりあえず暗殺が可能かどうかを、 実地検証することになり、アナスタシアが、この役目を引き受け、尾行を重ねて、暗殺は、可能と報告した。しかしルチアーノらは、当局のキーマンを暗殺することが、マフィア弾圧の強化につながるとして、結局暗殺を却下した。ゴーを煮やしたシュルツは、自分の配下を使って暗殺することに決め、準備を始めた。この動きを察知したルチアーノは、シュルツケ氏を、 マーダー・インクに指示した。1935年10月23日夜、シュルツは部下3人、チー袋の用心棒のエイブランダウ、ルルローゼン・クランツと共に、ニューワークのパレスチョップハウスというレストランに現れた。ニューヨークを追われたシュルツが密談に利用していた場所で、奥の方の個室に陣取った。夜10時を過ぎた頃、二人の資角、チャールズ・ワークマン、 エマニュエル・メンディー・ワイスが突如現れ、一斉に発砲した。計10発以上の銃弾を浴び、最初に、バーマンが床に崩れ落ちた。用心棒の二人が被弾しながら、銃を取り出して、反撃に転じると、ワイスは走り去り、ワークマンはトイレで用を足していた手術を見つけて二発の銃弾を放った。逃げ遅れたワークマンは弾を込めているランダウラの隙を、ついて、店の外に逃げた。 シュルツは自力で席まで戻るとテーブルに突っ伏した。敵を追いかけて外に出たランダウは近くのゴミ箱の上にあぐらをかいた状態でうずくまり、ローゼンクランツはレストラン内の電話ボックスで倒れていた。救急車を呼んだ後意識不明。レストランに他の客はおらず、店のバーテンダーは床に突っ伏して無事だった。ランダウは散発。 ローゼンクランツは7発の銃弾を受けていた。バイスは待機させていた車で先に逃げてしまったため、逃げ遅れたワークマンは、レストラン裏に抜け出して、電車の線路沿いに歩いてった。部下三人と共に、ニューワーク市立病院に担ぎ込まれたシュルツは、警察の質問に一切答えず、終始上ごとを口走った。最も深手を追ったバーマンが最初に死亡、ランダウは、 襲撃から8時間後に、ローゼンクランツは29時間後に死亡した。シュルツは22時間後の24日夜8時に、腹膜炎により死亡した。事件翌日のニューヨークのタブロイド市に、シュルツ襲撃猿の見出しが踊った。ハーレムの女王で、過去シュルツにポリシーゲームを乗っ取られた、ステファニー・セントクレアは、死の床に、アシュルツにアズイソ、ソーシャルイリープ、自分で巻いた手話、 自分で借り取らねばならないという短い電報を送った。最後に言った言葉は、俺のことはほっといてくれ。彼は、ユダヤ教徒だったが、銃撃直後に、カトリックに回収したため、ニューヨークのに埋葬された。シュルツ襲撃から2時間後に、マンハッタンのブロードウェイの利発屋にいた、シュルツの側近マーティクロンパイアとサミーゴールドが、襲撃された。同じマーダーインクの仕業とみられ、 シュルツ勢力の一気殲滅を狙ったものと見られた。実行犯二人は5年後に逮捕され、ワークマンは終身刑、ワイスはマーダーインクによる別件の一連の殺人により1944年に処刑された。ワークマンは23年間刑務所に入ったが、その間マフィアはワークマンの面倒を見たという、出所後のワークマンのその後は不明。死後。 シュルツの縄張りは、アブナー・ツビルマンやルチアーノ一家のマイケル・コッポララが、引き継いだ。アンソニー・カルファノの孫でマフィア筋の弁護士を務めた、フランク・バーリンが出所後のチャールズ・ワークマンから、シュルツの暗殺経緯や暗殺の状況を直接聞いたとして、実著で紹介している。ワークマンによれば、世間に広まっている、シュルツ暗殺の話は、でたらめばかりで、暗殺理由は、 留意賢事暗殺阻止ではなく、手術ツがツビルマンの縄張りを奪おうとしたからだとし、ツビルマンの求めに応じて、シン事系と会議で暗殺が決まったとのこと。また暗殺シーンも、最初手術がトイレにて用を足していた、またはワークマンがトイレの手術に気づかなかったと信じられているが、実際は仲間3人と同じ部屋にいて、3人はテーブルに着席していたが手術は、 スミっこの方に立っていたとしている。ワイスが、ローゼンクランツ、バーマンの順にショットガンを撃ち、ワークマンがランダウに二発撃ったとき、シュルツはワイスよりやや下がり目にいた、ワークマンの脇をジグザグにすり抜けて、トイレ駆け込み、ワークマンはトイレに、トミーガンを隠していると疑って外からトイレに向けて、数発撃った。シュルツが床を這いながら、トイレから出てきたとき、 ワークマンの45口径のコルトは空になっていたと言う。トイレの中をチェックすると壁にトミーガンが二丁立てかけてあり、シュルツがもう一歩か二歩早かったら、ワークマンもワイスも死んでいたしている。シュルツはワークマンを見上げてニヤッと笑ったという。シュルツが一日でも生き延びるとわかっていたら、再装填して頭に一発撃っていたが、このまま死ぬと思い、レストランを出た。 ワークマンが逃げ遅れたとの話も嘘で、もともとレプケの公案で、ヒットマン二人に別々の逃走者が用意され、襲撃後はバラバラに逃げる予定だった。ワークマンは、ベンジャミン・シーゲルの運転するキャデラックに乗ってその場を離れた。シュルツのポケットから金品を盗み、ワイスがそれに怒っていたというエピソードも、何十ペンも聞かされたが、全くの嘘だとした。様々なメディアが、 バーリの本を紹介、または、要約をしている。1931年1月4日、人気ナイトクラブのアビーにシュルズ、クロンパイア、ラリーカーニー3人が入ってきて、出迎えた女の子たちに囲まれながら、格の席に陣取り、ドリンクを注文した。やがてゆったりしたワルツが流れ、クロンパイアは近寄ってきたレネボニーという女の子と、ダンスを始めた。突然そのダンスが止まった。 ある女が近寄ってきてボニーと口論し始めた。その口論に、クロンパイヤが何か、言葉を投げかけ、ついで、シュルツやカーニーが近づいてきた。その女は、ワキシー、ゴードンの仲間、チャールズ・シャーマンの連れで、ゴードンの愛人だった。シャーマンらが愛人を守ろうと近寄り、シュルツらと鉢合わせになった。お互い罵声を張り上げて威嚇し、そのまま乱闘となった。 シュルツは椅子を掴んでシャーマンの頭に叩きつけた。テーブルがひっくり返り、グラスやボトル、皿が飛び散った。シャーマンが大の字に倒れると、クロンパイアがグラスの破片を掴んでシャーマンを突き刺した。シュルツかクロンパイアのどちらかがビール瓶でシャーマンの顔を叩たいた。これを見ていたシャーマンの手下の一人が銃を取り出し、発砲し始めた。 悲鳴や怒号が響き渡る中、シュルツ一味は店のドアに向かってダッシュした。全員防弾チョッキを着ていたがシュルツは肩に軽傷を負った。シュルツらが去ってしばらくして警官がやってきた。ほとんど動けないでいるシャーマンに怪我を気遣う様子もなく尋問し始めた。シャーマンは苦痛にもがきながら誰がやったかわからないと答えた。警官が苛立ちを見せると 周りにいた客がさっき起きたバトルロイヤルを危機として説明し出した。ところが名前を告げる段になって皆尻込みした。誰も襲った人味を知らなかった。シュルツは名前を隠していたので自分だと気づかれない。そう考えて警察に出頭した。シュルツはアビーの襲撃者が自分かどうか調べたらどうかと挑発した。警察はアビーにいた客数人を連れてきて、 シュルツに対面させた。誰一人として、シュルツをシャーマンを襲った犯人と名指ししなかった。警察はシュルツを放免した。シュルツが死の直前に残した脈絡のない言葉は、警察の即記者によって記録され、ウィリアム・エス・バローズらの作家が作品の題材とした。彼の生涯は、多くの小説や映画、ダスティン・ホフマンがシュルツを演じた、ビリー・バスゲート。 リチャード・ギアがシュルツの子分を演じたコットンクラブバン・ピー・ジョンソンとの戦いを描いた奴らに深き眠りをなどの題材になっている。なお、ルチアーノが最も安っぽいやつだったと言っているようにいつも安いスーツを着ていたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。